まあでは、さあ、やっていきましょう。総計英文法200問ぐらいの組み手のやつです。たくさん問題解いていくやつなんですが、えー、ただね、やっぱりね、文法問題はですね、慶応の問題とか、あとは中央の法学部ですね、えー、そういったものも結構ですね、基礎的なものを出すので、そちらも扱っていきながら、 で、その後、早稲田の難しい問題ですね、えー、のを扱っていきたいと思います。まあ、いろいろとね、昨今早稲田変わっていってますんで、まあ、人化、スポカで、社学といろいろと変化が起こっているので、まあ、それに対応して、えー、結構幅広く力をつけていくっていうのと、そして、まあ、中央法をね、受ける人がいたりとか、えー、慶応の将とかね、えー、それ併願する人も多いと思いますんで、まあ、そちらの。 ことともやっていいいきたいと思います。で、プラスでそれをやることによって、今までのね、単元別、自制だったら自制とかね、えー、この文系だったら文系、ね、純動詞だったら純動詞ってやってた勉強から、それがバラバラに出てきても、ちゃんと答えられるよ。 それでもわかるんだよっていう、そういう力ですね。はい。その力をつけていくための講座だと思ってください。で、その力がつくためには、たくさんやることです。で、たくさんやりますので、はい。問題をたくさんやりながら、で、あんまり、知らないよ、聞いたことないよっていうような知識も与えていきますので、はい。そちら、楽しみにしてください。まあ、いわゆる、総合系レベルのものですね。えー、をやっていきます。だから特に、えー、私は何も考えずに、バーっとやってきます。やってきながら、あ、これ、 総計だとこんなレベルで問われるよっていう話をしていきますので、まあ、そこをですねぜひともまあ楽しみにしてもらうというかそこであ総計ってこんなにレベル高いんだっていうのを知ってもらえればいいんじゃないかなと思いますはいだ中央の方ってかなりレベルが高いんですけどもそれはまああくまでマーチの中でですから、はい、総計って言ったらもっとこんなレベルで問われることがあるんだよっていうのを説明していきますで慶応の章もまあもちろんマーチに比べれば高いんですけど文法問題はまあ 所詮って言っちゃあれでですけど所詮文法問題レベルなんですよねまだまだなんか早計のえそんなん分かるわけないでしょみたいなレベルではないのでなんでその辺のこともきちんと話していきますんではいでいろいろでやっぱりね、えー、受験してる人たちのを見ているとここできないのこれ取れないんだそれは危ないよ命取りだよっていうところいっぱいあったので、はい、そういったことも織り込んでいきたいと思いますのでさあではではいってみましょうはい では、1問目ですね。なんとか、by a billion people, English is definitely a global language っていう風に言ってますはい。英語っていうのが、グローバルラングウィッチであるよ。ね。もう絶対そうだよっ、ね、definitely って言ってますから。はい。で、えー、この SBC の前に並ぶやつの中で正しいのはどれですかって、はい、そうですね。見てわかりますよね。もうね、これ、ね、順動詞の問題だってすぐわかるじゃん。で、 Uh, having been speaking, having spoken, speaking, spoken っていうふうにからね、からじゃね並んでるわけなんですが、知ってますね分子公文です。そう、分子公文来たんで、分子公文の、そう、意味上の主語とかって言われるやつですけど、はい。ね。それは主節の主語に一致しますよ。主節の主語が全体の主語です。っていうので、はい。英語って言います。はい。英語っていうのは、花。 される側ですから、はい、スポークンが正解ってやつですね。having been, speaking です。これ、ing ですからね。これ、能動体ですよ。having spoken, spoken ってきて、受動体に見えちゃダメですね。have 足す、過去分詞の場合は、能動体ですね。speaking 明らかに能動体です。はい、能動体、能動体、能動体、受動体だから、これが正解。英語っていうのは、話されるんだよってやつですね。イギリス人じゃないですね。このインゴでしはどう見ても。だって、svc で、ほら、ランゴを言ってきてるからね。 こいつは言語なんで、言語は話される側っていうので、一発ですね。えー、ただし、まあ、この話す系の、ねえー、問題ですね。えー、話す系の語法を問うた問題っていうのはたくさん問われるので、えー、それはちゃんと知っておかなきゃいけないでしょ。そう、speak っていうのは、えー、人を後ろに取るときは、to とか with とか、ね、そういうふうに取りますよね。talk with 人、ね、speak to 人、speak with 人。 っていうふうに、えー、取ることができますよね。はい。で、まあ、アバウトこととかっていうのもあるんですが、スピックは他動詞で使う場合は、えー、言語ですよね。言語は目的語に取れますよ。っていうね。はい。言語を王に取れますよ。っていう、ここが狙われることあるので、はい。ちゃんと覚えていますよね。 っていう、はい。こういう復習をやっていきます。これ、だから一番最初だからゆっくりやってますよ。でも、どん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 早くなってきますから。はい。レベルの高いのどんどん上げていきますから。で、こういう合法と言われるものね、常に意識しておいてください。すぐ足、足を救われちゃう人がいっぱいいる。ね。えー、もう後々、生後問題までやってきますから、間違い探しね。そうだ。そのレベルまでできるようにならないといけないからね。はい。まあ、余裕です。こんな問題は。はい。では行きましょう。次の問題ですね。はい。Ramadan is the nine month. 9th month of the Islamic lunar calendar and the Muslims, なんとか it as the month in which the Quran was revealed to the prophet Muhammad. ですね。はい。えっ、ー、と、ラマダン。ラマダンって知ってますあのね、断食する。東沿いまで断食するやつですよね。えー、っていうのは、えー、9th month でやると。はいイ、ね。イスラムのルーナーカレンダーですから、はい。ソーラーの逆ですね。ルーナー。月ですね。 退院歴のカレンダーの,その9ヶ月目のやつです。マずロミス、ムスリムがそのこのラマダンをこうするって言って、さあどれですかですね。Celebrate, m Contract, Cooperate ですね。協力ですそう祝うです。これが正解。はい。これで,、ね、でとして祝いますよ。で、Manse、こういう m a n e で、i n w i c h ね。はい。こういう m o n t h です。はい、で、コーランあ、コーランのことですね。コーランっていうのが プロフェットっていうのが、はい、知ってます預言者ですね。はい。えー、この前ですね。プロ、前ですね。この前のことをですね、言うんです。えーマハママム、ムハンマド、ムハマドですよね。はい。モハメットとかムハンマドですね。で、これ、掲示されたとかっていうことね。はい。明らかにされた。ですね。まあ、これ、ラマダについて知りたい人はそれを見ておいてください。で、えっと、私教えてた生徒にね、イスラムのね、えー、まあその名前ムハンマドだったけど。 ね、いたけど、すごいお腹空いてました大学で教えてたときね、いつもね、いつもっていうか、このシーズンはね、食べれないんだよ、何にも、とか言って、美味しそう、とかってね、よく言ってました。私は、あの、教室で食ってたんで、ご飯ね、はい、すげえ美味しそうって言って、そいつあれ、ね、えー、英語喋れるんですよ、結構、やっぱり、あの、もうが、ね、海外の地位を引いてて、周り、外国の人いっぱいいるから、英語ガンガン喋れるのに、えー、トイック100点台でしたね。はい。<laughs> はい、まあ、そういう、 大学だったでまあ、寝ちゃってました。だから、もう全然受けてないだったんですけど、はい。まあまあ、そんなことです。はい。セ b ブレイトですね。セレブレイトを多動詞として取りますので、後ろに何かを祝うっていう時ですね。だから、ム室ナミ音のね、Can You Celebrate っていう歌が、ね、知らないですかあったんですけど、えー、それが出た時にすごい大ヒットソングですけど、90年代の歌ですね。えー、ですけど、その c e に、セ b ブレイトの目的がないって言って、Can You Celebrate? セ b ブレイト What? 何を祝うのということで、はい、話題になったんですけど、知らないですね。いいです。 はい。セメント固めて、え o、ー、コントラクトは契約ですね。はい。コープレイト一緒にね、えー、この協力するぜ。コープレイですね。はい。あの、会社のコープレイと結構ごっちゃになってる人が多いことが分かった。はい。ちょっと継承を受ける人とかね、スペルで本当に苦手な人が多いので、そっちのこともちゃんと意識しながらやってきます。はい。次。いきます。My brother is なんとか the two people we can see in front of the store. っていうふうに言ってます。はい。 で、これが、まあね、この、僕のね、チャンネルで、もはいろいろ何度も何度も紹介してるやつなんですけど、はい。一応ね、トゥーピーポーっていうのが出てきてる場合は、はい、だ、トーラ、だ、プラス、比較級で、オブ・ e トゥーの公文ですね。オブ、あららら、した、o f オブ・ e トゥーですね。はい。オブ・ e トゥー。この二人の中で、二つの中でっていう場合は、 ザプラス、非核級になるよというのが一応のルールです。はい。でもネイティブスピーカーの中には、The tallest っていう人が多いですね。実はね。二人であっても t ーラス e s t っていう人が多い。はい。でも今回ほら、ないんだもん。t o ラス e s t あってもほら、b e t w e n だから。だからどっちにしろ間違いないんですよ、ね。これ考えましたね。ここって問えないわけで、ネイティブ t ー l l e s t of the two っていう方が多いから。そう。だからどうやって出題するのかと思いきや、なるほどねって思ったよね。はい。t o l e s t 出してるけど、b ト t w ン n にして間違いっていうですね。はい。 なるほど。うまい問い方だなと思ってね。はい。はい、ストアの、ええー、この、ええー、前で見える。ですね。はい。その二人の人の背の高い方が私のブラザーです。っていうふうに言ってました。はい、次。You look very tired today. めっちゃ疲れてるみたい。You なんとか up until, later, until late last night. ですね。はい。Until late last night. ね。はい。すごく遅くまでって言ってるやつですね。さあ。 取れわかりますかえ、couldn't have stayed, might have to stay, shouldn't have stayed, would like to stay. ね。なんかやっぱり、なんかこう、目の検査的な問題が本当に多い。はい、もうこれが特徴なんですけどね。そう。これ、過去のことをまず表してるものがさ、わかりますだってこれは、last night って書いてあるわけでしょそう。これ、時勢の問題なわけですよ。助動詞と時勢って絡みますから。はい、この last night っていうのと、 考えた場合に、これ過去のことだって言って、B と D は過去のことではないっていうのにまず気づかないといけないんですね。はい。might っていうのは過去のことじゃないですね。かもしれないですから。で、might have to ですから、ね。しなければならないかもしれないです。これからのことですね。would like to stay ですね。ほら、would があるからなんか過去のように見えちゃうかもしれないけど、would like to だからしたいでしょほら。だら違いますね。で、問題は、だが、くるん have stayed と、しゅるん have stayed どっちですかっていうものなんですが、はい。どっちですかはい。もちろんそうですね。答えは、 C です。はい。夜遅くまで起きているべきじゃなかった。でも実際は起きてたんですよ。そう。shouldn't have 過去分子っていうのはするべきではなかった。でも実際はしてたっていう意味ですからね。はい、だから疲れてるように見えるよ、眠そうだよってことなんで。だから起きてうるべきじゃなかったのに実際起きてた。couldn't have s t a e だったら、はい。ね。するべきとかじゃないですよ。はい。して、 いなかったはずだっていう意味ですね。これね。はい。しているはずがないって言うんですよね。していたはずがない。もうややこしいですね。はい。では起きていたはずがないって言ってるので、はい、これは合ってないですねそう。起きていたはずがないだったら元気なはずなんですよ。はい。ということです。で、これいつも言うんですけど、<laughs> couldn't have とか cannot have ですね。と、ちゃんと must の逆だと思っておくと、 解きやすいんで、はい。ぜひ知っといてください。マストハブ過去分詞とクルントハブ過去分詞、逆であるっていうふうに覚えておいてください。キャノットハブ過去分詞でもいですね。はい。逆であるっていうふうに覚えておくと、解ける問題いっぱいあるので、はい。この考え方は持っておくといいと思います。はい。できましたかこの常動詞はね、やっぱりね、こんがらがっちゃう人が多いので、間違える人が結構いるので、えー、きちんと勉強しておく必要があります。はい。どんどんいきます。 It will be 何とか to follow the advice of your teacher on choosing a topic for your final report. っていう風に言ってますね。えー、g l a d は、it will be glad とか言いません。でね、人ですね。I'm glad っていう風に主語が人になります。It will be mean.mean mean って、何、何、意味するそれとも、形容詞の方ですか形容詞の方であの、意地悪だですか、はい、you're so mean とかね。これを人を主語にとりますね。意地悪である。 っていうやつね。はい。一頭は取らないですし、中間のっていうのも変ですね、これね。みん。み、は、ん、い、多義語ですからね。いろんな意味あるんですよ。はい。はい。sensible です。はい、これですね。it will be sensible。はい。賢いとか理にかなってるって,ってね。あの、reasonable の意味になるやつですね。まあ、これも、あの、動画出したんだけどね。前にさあ。あんまりいい動画と判断されなかったんですよね。はい。logical。はい。賢明だよって言ってます。はい。 で、えー、どこからこれはセンシティブね。敏感。センシティブトゥ e とかっていうのが出てますよね。はい。センサリー、五感の。はい。s e n s とセ e シュアスこれが,が感能的なって意味なんで、こいつらがですね。エロい意味なので、これで,で違いを説明した動画出したらね、YouTube 側で ね、よろしくない動画になった。<laughs> シャドー版されましたからね。はい。そうそうそう。<laughs> これも出しちゃったらなるかもしれないですけどね。はいそう。ダメだったんですよ。これらを説明してたらな。はい。まあ、気をつけてください。これしたらまず正解になりません。はい。上知で正解になったことありますけど、普通はなりません。普通はセンシティブかセンシティブかの、この違いがよく問われますんで、えー、知っておいてください。はい。これ、イット o c a 構文でね、こういうふうに言えるわけですよ。こうした方がいいだろう。こうするのが賢明だよ。 アドバイスしたがった方がいいよ、先生の。で、何に対するアドバイスなのって言ったら、on choosing a topic ですね。トピックに関するって言ってるわけ。はい。こういう構文になってるわけですね。はい。気をつけてくださいね。アドバイスに従うフォローとかも大丈夫ですかね。アドバイスね。はい。アクセント後ろ。さらには深さは名詞とかね。めちゃめちゃ大事。アドバイズの場合は動詞ですよとかね。この辺も問われやすいから知っておかなきゃいけない。 で、あとは sensible, reasonable なんで、it will be、uh, sensible of you とかね、ほら、it for to じゃなくて it of to で使われるとこね。その辺も大事になるので、ちゃんと知っといてください。で、sensible を知らないと、この d の argent に行っちゃうんですよ、どうせ。そうじゃないですかこの argent に行っちゃった、そう、緊急なだから、ね、アドバイスに従うのは緊急なことだっていうふうに言って選んじゃった人いるでしょう。 断面なんですよ、これ。argent って言えないんで気をつけてください。そう。it will be argent とか、it is argent to do 取らないので、こいつね。はい。こいつは基本的には、は、et is argent that s v 原形 はい。あの、家庭法現在とかって言われるやつです。あの、厄介なキャラクター。その形を取るので、えー、ちゃんと押さえといてください。そう。こうしなきゃダメだよっていう意味なんで、そう。こうしなさいよっていう意味の時って、ここ、原型取るね。あの、まあ、ま、シュッと入れてもいいんですけど、それと同じです。it is argent.sv 原型っていうので、出てくることがあります。これ、レベル高いですね。はい。argent.sv 原型ですね。その v するよう促すってやつです。 はい、その時に出てくるやつなんで、ポイントとして知っておいてくださいね。だから、こうしなきゃダメだよっていう時に、えー、家庭法現在って出てくるので、エッセンシャルとかそうですね。s s e n エッセンシャル t とかね。こうしなきゃダメ。It、is vital that とかね。はい。そういう時に問われるやつなんで、必ず押さえておいてください。はい。ちょっとレベル高いことやりました。